北アルプスの常念岳を登って降りてきたところです。去年のちょうど7月の初めぐらいにつば九郎2泊3日で行ったんだよね。でそれがすごい良かったから、もしも同じ時期天気が良ければ今度常念に行きたいねってずっと言ってたんだけど、天気が本当に微妙で、だけどなんかね、槍ヶ岳のライブカメラを見たらなんとなく行けそうなんじゃないかなと思って、急遽昨日の朝思い立ってきて、そして、一の沢ルートからなんかね3日前に橋が流れたところがあって、あのびしょびしょになりながら膝下ぐらいまで使って沢登りをしたりしながら、昨日常念小屋でテント泊をして、で夜はすごい雨だったんだけど、ご覧の通りの素晴らしい天気になって、朝常念岳往復して、そして今降りるところです。多分ね、まあ、2日に分けてなんだけど、累積標高が1600ぐらいなんだよね。もう私にしては結構あのマックスで、かつこれから1000まだ降りるから、今まだゆとりがあるんですけど、どうなるかわからないけど、まあ、すごい天気に恵まれ、景色に恵まれ、いい山旅でした。念願の常念でこれだ。で本編は多分1ヶ月以上後ぐらいになるかな。今、5月6月に行った笠取山を出してます。ぜひぜひ見ていただければと思います。それではまた、ありがとう、バイバーイ。